人間公祭りは、山梨県甲府市において、毎年4月12日の前の金曜日から日曜日に、かけて行われているイベントである。武田24章を模した、時代行列である、公衆軍団出陣を目玉とする。都市祭礼の一つであり、地域住民による、伝統的な祭礼とは違って、行政主導による、山梨県や甲府市の PR が目的である。 信玄公は、戦国時代の海の国主である、武田信玄を指し、信玄は、旧暦の元気4年、天正元年の4月12日に死去している。甲府市には1919 19年に、信玄を祭神とする武田神社が創建され、数系を集めており、戦後には観光業の振興からより、郷土の象徴的人物と位置づけられている。なお、 武田神社でも創建以来、信玄の命日にあたる4月12日に、霊大祭が行われている。例年15万人以上が訪れ、侍が最も多く集まる祭りとして、平成24年に、ギネス世界記録に認定されている。発祥は1947年4月に、山梨県観光協会と甲府市観光協会、甲府市商工会議所による、 共同主催で開始された桜祭りに遡る。桜祭りは、花見の季節に合わせた売り出しを目的に、甲府城を舞鶴公園で開催されたイベントで、最終日は、武田神社の霊大祭に合わせ、神輿の都業に続いて、地元の甲府市相川地区の住民が、甲冑姿で、騎馬行列を行っていた。近代には1895年に始まった。 京都の時代祭りをはじめ歴史的観光資源に着目した都市祭礼が見られ、戦後には金沢百万国祭りや名古屋祭りなどの先行例がある。山梨県においても中央自動車道や笹子トンネルの開通により首都圏や中京圏からの観光客往来が促され、産業構造変化で観光業は山梨県の主要産業となりつつあった。 天野久志県政下の1956年には観光事業振興5カ年計画が策定され自然検証地や歴史的観光資源が模索されており武田信玄は観光資源としても着目されていた第1回信玄祭り事業報告書によれば郷土愛の進化と県民文化の向上と観光開発が目的に掲げている1966年には 第一回、甲府神元祭りが開催されるが、各地の伝統的祭礼を取り込みつつ、様々な企画を実行した総合イベントであった。やがて木場行列を中心とした構成となり、1969年放送の、上杉謙信を、主人公に、川中島の戦いを描いた、NHK 大河ドラマ、天と地と、の影響を受けて、観光客招致を図り、翌年からは、 新元寇祭りと名称を改め、民間企業からも協賛を仰ぎ2日間の日程となった。祭りの目玉となる武田軍団出陣絵巻は国道20号を封鎖して1万4000席の有料観覧席、スポンサー席を設けて行われるようになり、芸能人の活用など観光客動員のための工夫を積極的にやれた。しかし1976年には、 オイルショックの影響による経済不況に伴い中止となる事態が発生し、翌年度からは自治体を中心とするイベントに再編された。再編後は行動における有料観覧席を問題視する批判も発生し、2012年には通行人が立ち止まることによる混雑を防止するため、駅前ロータリーが項膜で覆われる措置も取られた。 1988年放送の信玄を主人公とした NHK 大河ドラマ、武田信玄の影響により再び活気を取り戻し、信玄役への有名俳優の起用や女性中心の時代行列を行い華やかさを加え、出陣兵士を鼓舞するジニアを設置するなど、様々試みを行いつつ、現在に至っている。2007年放送の大河ドラマ、 風林火山が放送されてからは山本勘助役に関しても有名俳優が起用されている。自治体中心に移行してからは毎年開催されていたが2011年は開催予定の1ヶ月前に発生した東日本大震災の影響により35年ぶりに中止となった。翌2012年は通常通り開催されている。また、 新元公祭り開催期間から新元の命日にかけて、甲府駅南口の武田信玄銅像前に、先香立て、再線箱が設置され、先香を備えて煙を浴びることにより、新元の知恵と勇気を授かるとする礼拝が歌われている。2020年3月4日、新元公祭り実行委員会臨時総会において、 新型コロナウイルスの感染を受け、安全確保の観点から、4月3日から5日、開催予定の第49回新元寇祭りを取りやめ、今後の感染症の動向を踏まえて、延期、または中止について、実行委員会で検討すると発表した。7月1日、新元寇祭り実行委員会臨時総会を開催し、今年度は開催しないことで決定した。 2020年11月19日、令和3年の第49回新元寇祭りを新型コロナウイルス感染予防対策を実施し4月9日から11日開催決定した。2021年2月26日、令和3年の第49回新元寇祭りを10月22日から24日に延期、新元区役、家計としお、勘助役。 犬飼北家に決定した。2021年9月10日、第49回新元孔祭りを来春開催に延期した。2021年11月12日、令和4年第49回新元孔祭りを4月8日から10日開催に決定、武田新元区役と山本勘介役は先行中。有名人が新元孔を演じ始めたのは、 1995年から、さらに2006年からは、山本勘介役も有名人が演じている。2011年は、東日本大震災の影響で、2020から2021年は、新型コロナウイルスの感染の影響で、新元孔祭りは中止となった。公衆軍団集結、出陣式、出陣公衆軍団出陣本陣隊、武田時代隊イベント。 ありがとうございます。